思い出、すごい緊張したことは覚えてます、ね、たくさん、もめっちゃ多い人が、もうびっくりしました、人が多いのが。もう思ったことは、審査員の目がすごくなんか怖いなと思いました、ね、思った思った、はい。スイーツ誕生のきっかけとなったエイベックスアーデシューネ2002。昨年の夏、全国45都市で行われたこのオーディションで、5人は抱き続けてきた夢に向かい大きく踏み出した。第3次審査から舞台は東京へ。ここで5人は初めて顔を合わせる。無論その後の展開は知る由もないのだが、続く第4次審査を経て通過者は20名に絞られた。そして昨年末、ついに迎えた最終審査。合格を果たし、ようやく夢が叶う。誰もがそう思った。ところが、待ち受けていたのは10日間にわたる春合宿。1日平均8時間に及ぶ歌、ダンス、そして演技のレッスンに合格の喜びはかき消された。分刻みのスケジュール、張り詰めた緊張、経験したことのない過酷な毎日に5人はダウン寸前。本当にもうクラクラする。私やりたい。中でも慣れない演技のレッスンではみんな悪戦苦闘。しかし、ここで頭角を現した人物がいた。何よあんた、そっちこそ何。おい、お前の名前何て言うの。柏木さんです。演技の素質ある。ダンスレッスンでひときわ目立っていたのは春菜と舞だった。他の合格者の目は釘付け。そしてそこに合わせた全ての人が聴き惚れた綾の歌。負けじと休憩時間返上の身より、春合宿を通し5人の自信と夢への手応えは確かなものへと変わっていったのだった。そんな少女たちに向けられたとある人物の視線。プロデューサー越智雅人。5人が放つ光を彼が見逃すはずはなかった。越智雅人プロデュースで5人のデビューが決定。どっから入ってもらってもいいと思ってるんですよね。で、何がファッションがいいからこの子たち好きになったとか、歌がうまいからとかっていうものの中の特にビジュアルを感じましたね。もう表情とか、あ、今何を言わんとしてるかっていうのを心に刺さるというか、ちょっと驚きましてね。だからって、あの、それぞれのこう六角形があったら、この子はここ、この子はここっていうふうに、バランスが良くて5人で1つチームって感じなんですけど。かくして底知れぬ才能と可能性を秘め、平均年齢12歳のダンスボーカルユニットスイーツが誕生した。スイーツ徹底解剖、デビューまでの410日。ついにデビューを果たしたスイーツ。CM の後は秘蔵映像と直撃取材で彼女たちの魅力を徹底解剖。 This program is presented by AVIX Group。 話題のスイーツがついにデビュー。そのメンバーは柏木亜希子13歳、吉村彩香12歳、竹羽春奈12歳、滝本美織11歳、岩崎舞11歳。
5人はどんな女の子なのだろうか。意識調査開始。まずは、メロンが好きです。お寿司です。卵ご飯です。ステーキ。ナタデココとブドウとスイカです。続いての質問は、メンバー内ではメールの早打ちは負けません。書道。ダンスです。と新体操です。人を笑わかせることです。レコーディング初日、もちろん5人にとっては初めての体験。なんかもうすごく音が外れるのが聞こえて、自分でめっちゃ緊張しました。もう無理です、泣きそうになりました。音程バリバリ外しました。緊張と戸惑い、いきなりプロの厳しさを実感。しかしめげる5人ではなかった。振り付けのレッスンに入ると持ち前の粘りを発揮。甘えや妥協を許さない姿にはプロの自覚を感じる。日増しにアーティストらしさを身につける5人。振り付けを担当したのはサム。彼はどのような感想を抱いたのだろうか。やっぱすごい可能性があるなと思いますね。吸収も早いし、しっかりしてる。ダンスが分かって踊ってるかなっていう感じで、あんな小さい子たちに振り付け、しかも女の子に振り付けするのは初めてだったんで、かなり考えたんですけど、でも全然みんな努力するから、頑張る子たちだから大丈夫だと思います。続いて行われたプロモーションビデオ撮影。お願いします。そのコンセプトは年齢を超えた大人。平均年齢12歳の少女には難しい要求だ。しかし眠っていた才能が鋭く反応を、初めてとは思えない表現力で演出家の要求に応える。カメラが少女に潜む大人の女を捉えていく。見せ場であるダンスパフォーマンスでは念入りに映像をチェック。だがその表情は険しい。納得がいかないのだ。舞ちゃんがこう前歯通るけんが、うん、後ろに下がって前に行って、でこうより、うちが前で交差するときもう少し後ろ。全員が納得するまで次のシーンには映れない。もはや誰も立ち入れない雰囲気。そして撮影再開。自信に満ちた表情で踊る5人。類いまれな才能を開花させたのは紛れもなく彼女たち自身の頑張りであった。かっこいいですね。大人っぽい感じ。なんか、うん、本物のプロモーションビデオみたいな。芸能人。そう、芸能人みたい。やっぱりいろんなアーティストさんの PV とか見てかっこいいなっていうのはあったんで、もうそれが自分たちができるってすごい嬉しいし、いっぱい撮ったんですけど、ちょっとずついいところを全部こう組み合わせてやってたんで、もう完成見た時は泣きそうになりました。ジャケット写真の撮影の頃には5人は立派なアーティストへと変貌を遂げていた。カメラマンに要求されるでもなく、それぞれが表情を作り上げていく。とはいえ、そこは平均年齢12歳の少女たち。撮影の合間にスタッフの顔にいたずら書き、子供らしさを覗かせる。しかし、撮影が始まると一変。スタッフが舌を巻くほどのプロ意識が現場の空気を引き締める。抱き続けてきた夢への確かな自信。表情が彼女たちの今の心境を物語る。では
ここでまたまた意識調査。今度の質問は男、今女だからです。やっぱ人間、はい、生まれ変わるなら犬になりたいです。女の子です。女です。メンバーの個性はいろいろ。では最後の質問、うるさいです。普通そう、なんか行動が遅いんですよ。と天然です。面白いです。聞けば聞くほど個性派揃い。しかしこの自己分析は正しいのだろうか。そこでメンバーの性格をリレー形式で順に紹介してもらうことに。まずは、辛いことがあっても前向きにすごくずっと一生懸命頑張るっていうところがすごいなって思います。面白いかなって。面白い割にはなんか天然っぽい感じです。物事をはっきり、自分の思ったことをはっきり言う子で、ダンスが上手いです。あと振り付けをすぐ覚えて完璧にして直してくれたりします。あやはやっぱり大人っぽくて透き通る声、スイーツの中でも一番大人びた、なんかお母さんみたいな人で、スイーツの中ではもうやっぱりリーダーって感じで、やっぱりすごくまとめてくれ、うん、スイーツをまとめてくれるし、みんな片付けようとか、そういう時とかしっかりしてるなと思います。マイはすごいメンバーのことすごい、なんていうかな、すごい優しいですね。そういうキャラで、面白いキャラでいつもみんな笑わせてくれるんですけど、まあ、そういうとこはすごい可愛いなとか好きやなと思います。絶妙のバランスで支え合う5人それぞれの個性、それがスイーツの魅力なのだ。デビューが決定してからというもの、日ごとに忙しさは増していく。これはチラシです。はい、はい、お願いします。 CD を一番目立つところに置いてください。お願いします。約束です。行く先々でスイーツを猛烈アピール。こうしたレコード店周りも大事な活動の一つ。話題満載のスイーツに雑誌も連日の取材構成、徐々に受け答えも慣れていく。ここ書いていいよ、ここ。自分で考えたのさ、はい、さらにデビュー前の彼女たちを一目見ようと集まった大勢のファンの前でデビュー曲を披露することに。そう、なんかいきなり緊張してきた、やばい緊張を解きほぐす特効薬はやはり練習。そしていよいよ本番。スイーツ頑張るぞ。あー、夢に向かって駆け抜けた410日。ある時は仲間として励まし合い、またある時はライバルとして意識し合った5人が今夢を叶えようとしている。スイーツ、待望のデビュー。8月27日にデビューしました。イエーイ。と、私たちのロリータストロベリーインサマーという曲は歌だけでなくダンスもかっこいいのでぜひ見てください。皆さんにダンスも踊っていただきたいので、そこをよくチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。ロリータストロベリー、ときめきで赤い血さなか実だ。
ここで秋にメンバー4人から突然のプレゼント。あ、やったー、ありがとう。めっちゃびっくりしてんけど、全然こんなの知らんくて、はぁみたいな、もう意味わからん。もう嬉しいです。次世代のダンスボーカルユニット SWEETS、 彼女たちが日本列島に旋風を巻き起こす。